腹減った。早く一楽のラーメンを。おいおいおい、なる。やっぱ鹿丸か。お前はあの時のチビか。ってあれ、お前ってば確か。手まりだ。久しぶりだな、渦巻なり。おお。ってわけで、さっきまで帰ってきて。そうっすね。ところで、お前たちは何。冗談はよせ。なんで。私はただ次の中忍試験の打ち合わせで木の葉に来ているだ。中忍試験。いや、懐かしむのはいいけどよ。え、なんで。なんでって。じゃあさくらちゃん。なあ、っていうか、おかそんな。まったく、何か騒がしいと思ったら。え、いる。この3年でお前も少しは成長したと思って。わはは、久しぶりだってばよ。やれやれ。落ち着きないって。それまあまあ、とにかくね。ジライア様との修行終わったんだったら今日は。おー、ラッキー。俺、それじゃあ俺はさ。いるか、なんか。すっ。第一章、風影奪還。あ、そうだ、鹿丸たちも行こうぜ。いや、俺らは仕事が残ってるからな、遠慮しておく。なんだ、仕事があんのか。だったら仕方。な、そのうち飯でも食おうぜ。そうだな。と、これは本格的に腹が減る。俺たちの分まで楽しんでこいよ。おう、じゃな、鹿丸。手前、また今度な。勝ったわ。何倍だ。たく。なるほどな。はあ。おいおい、お前は。まあね。でもさ、容赦。額当てとか服とか。でも、そのすごい趣味。うん。え、何言ってんの。あ。どうした？そういや、あのさ、あの、ガラ。ああ。まさか、中忍ってだけで。いや。あ、別格？そろそろだ。油断すんじゃねえぞ。相手はじ。オイラの術はすべてゲ。それにちゃんとお箱も。ま、どうだい。あんまり。一尾主か。さて。潜入成功。ん？
さすがは砂隠れの風影って。その衣、隠密行動は失敗だな。さて、この里は終わり。攻めるか。やばかったな。皆さん。